はい、さいちゃんまりです。いよいよクリスマス目前ですね。ということで、私たち中本夫婦は沖縄県北谷町のアメリカンビレッジ内にあるクリスマス専門店クリスマスランドに、お家に飾るクリスマスグッズを買いに行きました。海外製のおしゃれで可愛いグッズが店内に所狭しと並んでいて、子供の頃のようにワクワクしてしまいます。購入したグッズは番組後半でお見せしますので、ぜひ最後まで見ていってください。欲しそうだね。いや、可愛いじゃん。いいよね。めっちゃ可愛い。可愛いんだよ。この色がまたいいんだよ。いいね。深いブルーが。深いブルー。ねえねえ、これろうそく最近夜マイブームじゃん。うん。ろうそく入れ買いたくて。いいなった？これ可愛くない？え、めっちゃ可愛い。これはいいでしょう。これ何？鹿？いや。ああ、鹿だね、本当だ。鹿さん、うん、あ、全部鹿だ、これ鹿とツリーで、うん、こっちが星と鹿、トナカイかな。あ、トナカイだ、間違えた鹿っつって。あ、サイズもいい感じ。何センチ？なんだろう、いい感じ。90センチ、分かってないじゃん、90センチぐらいだ。ちょっとちっちゃいの。いや、ちっちゃいけど150でかいな、急に。でもこれ電球ついてない。あ、こっちはついてるのか。ついてない、ね、いや、うちそんなの置く場所ないからさ、もうちょっとちっちゃいものでじゃ代わりにこれ。でかいな身長一緒やん、大輔さん。本当や。ねえちゃんまり、うん、もう街がなんかクリスマスだね。すごいね、うん、楽しい気分になってきちゃうよ。ほんとね。さあ、ということで家帰って購入品を紹介しましょうか、うん、イエーイ。じゃあ、いいお家まで行きましょう。さあ、ということで翌日になるんですけれども、うん、クリスマスグッズをね、買ってきましたので。結構買ったね。そう、これでね、ちょっと紹介していきましょうよ。おっす。こんなでかい袋ないじゃない。でけえ。いや、あそこのクリスマス屋さんさ、うん、めっちゃ可愛い海外輸入物ばっかだよね。でしょ、うん、なんかさ、何、キラキラしちゃうよね、自分もするんだよ、気持ちが。おう、あそこはね、ぜひ行ってほしいお店。ほんとね、ちょっと値段は高めなんだけどね、やっぱ輸入品だからさ。まあ、そうね、物にもよるけど。でもセレクトショップだしね。そうそう、セレクトショップなのよ、あのぐらいだよ。うん、ということでね、ちょっと中身を順番にお出ししていきましょうかね、うん、はい、クリスマスに向けて気分上げていくよ。実はあそこのクリスマス屋さんに行く前にニトリ行ってきたんだよね。あ、そうそうそう。で、ニトリではね、ちょっと別のものを買う予定だったんだけど、うん、かわいいクリスマスのクッションカバーを見つけちゃって。これね、これ、じゃーん。しかもね、もう多分シーズン近いせいか、今 20% オフぐらいになってたね。あ、なってた、なってた。うん、で、うちのクッションこんな感じの、まあ地味なソファーの色と同じなんだけど、うん、カバー外さないと。これカバーオンカバーする。なんでサイズがでかちっちゃいから、うちのクッション。あ、確かに。ちょっとカバーオンカバー。いや、クッション買えばよかったね。あ、ダメ、うちっちゃ。これ見てよ、クラッチバッグにクッション入れて持ち歩いてるみたいになっちゃったじゃん、これ。こうやって。まあいいよ、まあいいね、はい、こんな感じ。かわいいじゃん。かわいいじゃん。いいね。ここにツリーがあってね、うん、そう、素敵。おしゃんな感じよ。もう一個は、うん、こんな感じ。おお、これはなんだ。あれだね、なんていうんだっけ、セーターの柄みたいだね。あ、セーターの柄だわ。セーターの柄だわ、確かに。なんかあの、ほら、ギャップとかで売ってそう。あ、売ってるわ。まだニトリで間に合うんで、多分 20% オフだから500円台ぐらいか。うん、で、これ1個買えちゃうんで、うん、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、はい、さあ、メインディッシュだよ。メインディッシュですね、ちょっといろいろとね、買いましたので、うん、ワクワクお見せしていきましょうね。ワクワク。まずどれからいく？あー、クリスマスプレゼントからいくか。あ、こっちね、うん、そう、これ
もうラッピングしちゃってあるから。ラッピングしちゃってるね。見せらんないんだけど、これはですね、うん、あのちゃんまりをね、実家の方に、うん、送るクリスマスプレゼントなんですよ。そうね。なかなかね、ちょっと距離があって会いに行けないので、そうそうそう、こういう節目節目でね、そうそうそう、こういうプレゼントを送っているっていうやつですね。はい。うん、かわいいでしょ、これ。かわいい。めっちゃかわいいよ。以上です。以上です。じゃあまずこちらの袋の中身からね、お見せしていきましょうか。え、袋も可愛いぞ、トナカイいるぞ。あ、本当だ。これ切り外してコースターに使おう。これ多分紙だからベチャベチャになっちゃう。はい、じゃあ持って。はい。これも持って。はい。これも持って。あ、はい。立てて立てて。危ない。はい。これはね、ちょっと一目惚れしたマグカップがあっちゃって、これ、ほら。これね、かわいい。じゃーん。お店のパートでもあったと思うんですけど、こんな感じでちょっと深めのなんかトルコのブルーみたいなさ、わ、はい、かる、言いたいこと、言いたいことわかる、そういう感じのねやつです。珍しいよね、大輔さんがさ、うん、食器を欲しがるっていう。ああ、確かにね、うん、今まで食器欲しがる癖なかったからね。そうだね。えらい可愛らしいイラストでいいじゃない。色とイラストが気に入っちゃってですね、うん、まあ、値段は800円かな、880円、うん、税込みです。お安い、安い結構、うん、そっか、そう考えたら結構安いものがあるね、あそこ。そう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 、物によるね。そう、こだわってるハンドメイドのやつとかはさ、どうしてもその分上がっちゃうけど、うん、それ以外もいろいろあるんで、うん、ああそう。でも海外のさ、ハンドメイドが買えるってめちゃくちゃいいよね。そう、なかなかないじゃん、うん、ね、ネットで通販とかもあるかもしれないけど、やっぱ実物見て選びたいじゃん、これの。せやな、せやな。それが叶うお店です。最高や。よいしょ。ということで、こちらの厳重にプチプチに包まれてる、うん、すごい包んでくれた。じゃーん、こちら、これも僕のセレクトですね、うん、これはね、ろうそく入れです。キャンドルスタンドな。あ、ダサい、ろうそく入れです。キャンドルスタンドですよ。はい、これキャンドルスタンドで、こっちがクリスマスツリーかな、うん、もみの木柄で、こっちが星柄ですね、うん、で真ん中に2つともトナカイがいるんだよね。これはね、安かった、900円1個。ああ、うん、この感じで900円。ねえ、安いよね。なんかもうちょっとさ、2700円しそう。わかるわかる、うん、ガラスもずぶといしさ、ずぶとい、足もついてるしさ、ちゃんといいね、足は大事で、うん、これもね、ちょっと可愛いなと思って、最近ろうそくにハマってるんで、ちょっとろうそく入れて使いたいと思います、うん、はい。さあ、うん、最後にメインディッシュですよ。おお、来た。こちら中身を出しましょうかね。出しましょう。はい、こちらです。これかわいいでしょう。うん、ツリーの置物かな。うん、ちっちゃいツリー。そうだね、ちっちゃいツリーだ。ガラスのこのスタイリッシュさもありつつ、うん、全体は木のぬくもりがあるねみたいなさ。いや、ほんとそれ、その感じがいいよね。光るとね、めちゃくちゃかわいかったんですよ、これ、うん、ちょっと見てもらおうか。見てもらおう、うん、はい、どうでしたか？かわいいね。かわいいね。かわいいってなっちゃうよ。なんでそのなんかモテようとして失敗した女みたいな。うちどうしてもちょっとさ、収納の兼ね合いで、うん、大きいツリーが買えなかったから。ああ、そうだね、うん、これでね、まあ、ツリーっていうことで、うん、今年は勘弁してもらえないですかね。まあ実際ツリーも作ったしね。そうなんだよ、ね、ツリーまみれよ、うち。でも本当は2メーターぐらいのツリーが欲しかった。2メーター。何度もちゃんまりにね、アプローチしたんだけどね、うん、OK もらえなかったんだよな。だってさ、どこにしまうの、ほんと、終わってから。うーん、個人に寄付よ。毎年毎年やったらさ、うん、どんどんそこにもう在庫が溢れちゃうじゃない。まあ、ということでね、我々夫婦の買ったものはこんな感じかな。はい、うん、ちょっとクリスマス感が出たね。そうだね、うん、また、なんならね、ちょっとリースとか欲しいんだよね、実は俺。ね、狙ってるまで。私より大輔さんの方がワクワクしてんだよね、うん、まあクリスマスに関してはね。あと顎にラメついてるよ。えっ、まあそんな感じで、うん、もうクリスマスグッズをね、うん、お部屋に置いてクリスマス気分を高めつつ、うん、あとクリスマスまで2週間ですか。そっか、そう、うんうん、楽しみましょうよ。楽しみぞーい。ちょっと待って、んクリスマスは何するの。あ、グッズばっか揃えて予定は未定だった。